岩隈さんは戦時中フィリピンにいた。ある時、岩隈さんのいる小隊がジャングルを歩いていた時のこと。こんなところに日本兵の遺体だ。遺体はこの一つだけのようですね。タイの他のものはどこに行ったんでしょうか。河野又兵衛か。こんな異国の地で亡くなるなんて、さぞかし無念だったであろう。遺体を日本に返してやることはできないが、せめて遺品だけは日本の遺族に届けてやろう。小隊長、所持品はメモ帳、指輪、そして家族の写真くらいですね。なんだこれは。そのメモ帳は実に奇妙なものだった。河野又兵衛はアメリカ軍の狙撃兵によって右こめかみから左後頭部に向けて銃弾が貫通し即死する。どういうことだ。自分が死んだ時のことが書かれているのか。誰が書いたんだ。さらにそのメモ帳には驚くべきことが書かれていた。河野又兵衛の遺品は岩隈一等兵が指輪、家族の写真とともに持ち去る。私の名前が書かれている。なぜ私が遺品を取り出したことまで分かったんだ。未来を予知して書かれたものなのか。そしてそのメモ帳にはその後のことも書かれていた。小隊のうち岩隈一等兵、淡島二等兵だけが生き残り日本へ帰る。まさか俺らが死ぬというのか。信じられん。しかしそのメモ帳に書かれた通り、4人の隊員が亡くなり、生き残ったのは岩隈一等兵、淡島二等兵だけとなった。その後、岩隈一等兵はアメリカ軍の捕虜になり、メモ帳は没収された。しかし、アメリカ軍が開いたそのメモ帳には何も書かれておらず、河野又兵衛のものだと思われる血痕がついていただけだった。まさか、あんなに色々なことが書かれていたのに、アメリカ軍が手にした瞬間、文字が全部血に変わってしまった。あれは血をすするメモ帳なのか。その後、岩隈さんは数年の捕虜生活の後に日本に帰還することができた。武器以外の持ち物は返してもらえたので、河野又兵衛のメモ帳も持って帰ることができたそうだ。河野又兵衛のメモ帳。思えば不思議なメモ帳だったな。でもやはりこれは河野又兵衛のものだ。ご遺族に届けてあげた方がいいな。岩隈さんは遺品を届けにメモ帳に書かれていた河野又兵衛の家を訪れた。すいません。はーい。突然すみません。私は岩隈と申します。軍隊時代フィリピンで拾った河野又兵衛さんの遺品を届けに来ました。河野又兵衛の遺品ですか。どういうこと。とりあえずお上がりください。そんなわけでフィリピンの森の中、又兵衛さんのご遺体を発見したんです。それで遺品だけでもお届けしようと思いまして。はあ、岩隈さん、何をおっしゃってるんですか。河野又兵衛は私ですよ。河野又兵衛という人物は生きていた。あなた、いきなり訪ねてきて死んだなんて、なんて縁起の悪いこと言うんだ。もう帰ってくれ。亡くなったと思っていた河野又兵衛が生きている。どういうことだ。なんだこのメモ帳。
はい。あ、おまわりさん、こんにちは。どうされました？あ、岩隈さん、すみませんが、少し聞きたいことが。はい。失礼ですが、河野又兵衛という人物に心当たりありませんか？あ、知ってます。数日前にお会いしました。その河野又兵衛さんなんですが、亡くなられたんです。え、亡くなった？ええ。実は一昨日の晩、突然家が爆発して、一家全員が亡くなっているんです。その直前にお会いしているみたいですが、岩隈さん、何か知っていることはありませんか？いや、私は何も知らないです。そもそもなんで私のところに聞きに来たんですか？実は現場からメモ帳が発見されていまして、それにこんなことが書かれていたんです。あ、あのメモ帳だ。あ、岩隈の力を借りて、河野又兵衛の家に行き、復讐を果たした。これでよし。なんだこれは。メモにお名前があるので、何か知ってると思って来たのですが。しかし、周りに聞き込みを行ったところ、岩隈さんにはちゃんとしたアリバイがあることが分かり、事件の犯人から外された。河野又兵衛さんの土地は、その後、すぐに家が建ったが、誰が住んでもすぐに人が死ぬか、あるいは引っ越してしまう。そのうち荒れ地になってしまったという。そして、問題のメモ帳は、おそらく復讐を遂げたことに満足したのであろう。それ以降、岩隈さんの前に現れず、現在行方不明なのだそうだ。岩隈さんが持ち帰った、河野又兵衛さんらしき人のメモ帳。しかし、当の河野又兵衛さんは、まだご存命で、その数日後に亡くなります。そして、メモ帳には、河野又兵衛さんに復讐を果たした、という文字。おそらく、河野又兵衛という人物は、かなりひどいことをして、相当恨まれていたのでしょうね。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。